がとうございます。素晴らしいですね。本日は日本初納豆の日条例発行記念イベントでございます。水戸市が今後も100年も200年も納豆の聖地だ、それを条例で表したかったわけです。1位を、取りたいというふうに思っておりますので、ぜひ水戸や茨城のですね、美味しい納豆をぜひ皆さんにご賞味いただければなというふうに思っています。ちょっと気弱で、人気のない納豆くんが、スーパーヒーローに生まれ変わるというサクセスストーリーですので、ぜひ皆さんも、学校に届いたら、読んでみてください。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、学校の図書館にね、皆さん読んでください。ありがとうございます。3、2、1、どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。真ん中。はい、じゃあ今度は僕の左手側です。私も納豆が大好きなので、茨城県民だけではなく全国に納豆が広がってほしいという思いで心を込めて書きました。それでは行きましょう。1分間よーいスタート。てててんてててんてててててん。さあ1番早い、3番納豆だよ。いいですよ、お母さんの抑え。ああ、ヒデさん混ざってる混ざってる。さあ、ここも早く暮らして。で、お父さんの手が大変なことやる。あ、ちょっと待って、膝を使ってる。こんな納豆が手につく日なんてあったのかと今思っております。終了。今日だけ許します。今日だけ頑張りました。なんか腕がすごい痛くなった。意外とお皿の周りに合わせたりするのが難しかったです。たまに疲れるから手止めちゃって疲れました。あなたは納豆まぜまぜ世界選手権水戸大会において大変素晴らしい成績を収めました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。なぜ言わされてない、言わされてない。すごく嬉しいです。最初は緊張したけど、すごく今になると楽しかったなって思い出です。ずっと回し続けることが一番大変だった。絵本を読んでくれるのは、はい、子育てサークルアットママの古山さんです。古山さんどうぞ。お願いします。納豆くんの冒険という本を読み聞かせしたいと思います。一体いつになったら食べてもらえるのかな。ねえ、お腹が空いてるんだったら僕を食べてもいいよ。さあ僕をお食べ。